分かったよ、俺のもう何も考えてない話はいいよ。たまにはさ、ヤーションの怒ったかとか見てみたいじゃん。いいよ別にそんな見ない。いやでもそれと忘れちゃうから自分自身も。何が？あ、俺がね。そうそうそう、忘れることないんだけどね。表現力はやっぱ低い方だからさ、ここで一丁練習っていうかさ怒り顔に練習もないんだけどね。教えといてあげた方がいいじゃん。いやじゃあ、いや別にいいけどさ、うん、その怒りやってみて。ちょっとできるよこれ。違う違う、ちゃんと前出てさ。何前出て怒ったか。何怒ったか。はい、へした今。違う、へじゃなくて、えってやった時のへした時はもっとぶってやるから一番恥ずかしいへじゃない。勘弁してくれよ、うん、で今こうやってやった時に出た、うん、それでじゃあ怒った顔してみて。あ、違う違う違う早いよ。あ、じゃあな、はい、な、どうしたらいいんだよ。一回まずニュートラル、その何、プレーンなクッキーがあってチョコとかジャムのとかでしょ、うん、プレーンがないと分かんないじゃん。最初からチョコチップしか食ってないクッキーの人はさあ、そうかそうか、それがどうかって分かんないじゃん。そう、チョコチップが普通だと思っちゃうからね。そうそうそう、まずプレーンな。あ、じゃあニュートラル、はいはい、ちょっとニュートラル。だからニュートラルだって。ちょっとだからはいはい、あーあーはい、ニュートラル、はい、そうだね、うん、そうそうそう、棺の中でもこんな感じになるのかそんな想像すんの。いや、ちょっとニュートラルだから、ニュートラルからの、お、怒り顔。いや、なんか、ん？何それ怒り顔あー、じゃあね、松竹梅で3段階、ん3段階、あー、上中下みたいなやつね。そうそう、あ、はいはい、松竹梅つってんじゃん。いや乗らねえなさ、違う、ほんと一つ言わせて、松竹梅ってバッて言われるじゃんあれどっちが上だっけって。竹は真ん中は分かってる。倍からだよな。倍倍竹松上だよね。え、分かんねえ。梅竹松だよね。あ、そう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 、松竹梅だけど逆から倍竹松だよね。そう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 、はい、じゃあまず梅ね、怒り顔をね、うん、松竹梅で3段階で頼む、はい、じゃあまずはい、ニュートラル、はい、いや今わざと間違えてやってほしかったはい、ニュートラル、まずはい、はい、ニュートラル。いや、必要ないよこれ、はい、ニュートラル、うん、じゃあ、バイ、なんか、羨ましいなこうなってないよな、羨ましいな、違う、怒りだよ、怒り、怒りよ、バイ、うん、あ、バイ、それね、覚えてね。何ニュートラル。チク。ちょっと肩とかじゃなくて顔。顔だけで表現してちゃんと。肩とかずるしねで首とか。え、か。この状態だけで。行こう。うん。これ何？チク？チク。バイは？チクは、うん、いや、チク、あ、バイは羨ましいじゃなくて、羨ましい勝手にやんないで、はいはい、チク、チク、なんか変わってる？もういいよ。あ、ちょっとどれ？こっち固定固定はいはい、はむかつくな、あらつなそれが、怒りの、怒りのチク、はあ、この野郎中段階ね、野郎、うん、じゃあニュートラル、はい、じゃあ最後ショーね、うん、はい、いやちょっと肩とかなんかごめんごめん感情が乗りすぎて表情だけでやって、いや感情乗りって、うん、やっぱ乗っちゃうからさ、うん、どう本当に顔だけ表情だけだ、そうだよ、難しいのこれ。怒りの肩とかだったらこれとかさとかでもいいけどさ怒り方ってあるしね。顔、違う違う、ああ、分かった、うるせえ、はいはい、つまんなくしないで、はい、怒り方ってあるからねいや拾わんで拾わんで今なかったことにしてんだから。はい、じゃあ何、はい、じゃあニュートラルです。ニュートラル、はい、じゃあショーマックス、本当に、いや、じゃあ固定しよう、何それバイソンっていうかちゃんと、はい、よし、はい、
んな顔したことないじゃん。あれなんじゃ、あのツイッターとかの人いつも怒ってる。いや違う。そんなんじゃないって。あ、じゃあ本当に怒ったか。いやさっきの何だったんじゃ。ちょっとなんか俺もやってからおかしかったね。いきます。でニュートラルで、ニュートラルでしょう。はい、光で震えてるみたいな。で固定して、あー頑張っても赤くならない。赤くならない。汚い汚い、もういいわ。泡吹いてるよ。いてあんな松竹梅ね。いや松竹梅、うん、なにこれ。いやだから怒った顔見てないなって怒られてばっかりで。そんなこと言ったら自分の見してみな。俺ばっかりやらせやがって。俺何怒り顔だよ。俺の怒り顔嫌だなと思ってちょっとやってみ。見てるじゃん。これだからちょっとやってみ、うん、なんか俺ばっか。ないよ。はい、じゃあニュートラル。嘘つけや。いやこれはやらないと。ね、ニュートラルね、ニュートラル、はい、ニュートラル。あ、力入ってないです。いいですか、うん。じゃあ梅。梅。え、ちょっと変えたでしょ今。これが梅ですか。うん、覚えててください。これ梅です。はい、ニュートラル。あんま変わってないね。だって梅でしょ。梅だけど梅でしょ。梅3段階に一番下でしょ。そう、梅にそうんだよ最初は。そうか、ちょっとそのなんか嫌なこと気づいてんって。ああ、それで、うん、まあそれじゃあ次。本当にそうじゃない俺。だからお前知ってっから。やばいやばい、あ残ってるわ。じゃあ合ってるじゃん。これが、ね、あのね、この眉毛のこれが怖いのよ。いくよ、じゃあ、うん、中間、ニュートラル。で、竹ね。ニュートラル、うん、ニュートラルね、うん、じゃあ中間の、はい、竹。あれ、さっきと眉毛が両方変わったのか。はい、OK。 いや、こんなもんじゃん。あんまさ、長いことやめようぜ。あんま怒った顔を。いや、タイヤーさんでなんかヤーさんやってんな。うん、あ、うん、知ってるよ。俺がミスした時の顔だよ。もう最後よくね。最後嫌かね、その時には。俺だから、うん、梅だから、知ってる知ってるって待つか最後、うん、待つってやるわこうやって。見てください。はいはい、見ます。いや、まあ、はい、はい、じゃあニュートラル。いいですか。ニュートラルですね、うん、はい、じゃあ最後、一番上の怒った顔をお願いします。じゃあ、はい、待つ。白目ね。ああってでもリアルでしょこれは。ボケてもないし。ボケろよ。俺さ、なんかあなたボケじゃですよね、うん、ボケですよね。こうね、そうそうそう、知ってる知ってる。大小中大でいるんつんだろこの。本当だよねこれ。そう、皆さんこれ覚えといてください。いや、みんなにはそんな怒ることはないよ。ファンあってのだね、うん、だからこれはもう逆に言うとここでしか見れないってことでいいですか、うん、そういうことかもね、うん、なんだったんだよ。なんだ俺の怒ったか覚えてないって。なんか舞台上とかでそれが顔が見えたら、ヤーションなんかやっちゃったんだなってな、かわいそうにこの後って。そういう遊びができるかもしれない。いいや、そんなとこまで言わんで。じゃあ今日のホームランで振り返っていこう。はい、ニュートラル。はい。はい。ショー。あ、バイからか。はい、ニュートラル。うん、バイ。チク。ショー。そんな風にならないじゃん、怒った時。くれぇ。いや、ちょっと、ないの、ないの、ないの。ちょっと、欲しがんないじゃん、あんまり。こんな感じがね、はい。だから、そうだよ、例えばさ、うん、翔也のバイクにさ、うん、ガチャーン倒されちゃいました。は、うん、いって。くれぇ。いや、ならないよ。
ゃん。くらー な, 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 なるね。ちょっと暴走しちゃった。もう一回やりてえみたいな。もう一回。今なんか気持ちがった。自分で倒してさ。ごめんごめん。それちょっと良くないわ。じゃあかっちゃんも。俺も。うん。かっちゃんの今日のホームラン。はい。ニュートラルです。うん、はい。竹。はい。あ、間違えた。間違えた。竹これだ。竹ね。ごめんなさい。ニュートラルで。うん。はい、梅。はい、ニュートラル。はい、竹。はい、ニュートラル。松。ありがとうございました。はい、こんな感じで今日は終わります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、告知をね。あ、告知。ごめんなさい、何かありましたっけ。いつも通り。いや、一応いつも通り。我々スナイパー機とは CBC ラジオでハイヤーハイヤーという番組を毎週水曜日夜9時からやってますので、ぜひ聞いてください。聞いてください。またね。もう3月いっぱいで終わります。あ、そうなんです。うん、まあそれまでも散々祭り上げられて、うん、もう何にもない人に。いやいや、頑張ってこうや。はい、それとはい、まあ今日やってる立ち分けわからんラジオ、分けわからんラジオっていうのを、ラジオトークというアプリで、やってますので、うん、もう200回超えた、長寿番組です。ああ、もうぜひ聞いてください。ああ、要は長寿番組みたいな。そうだよ、うん、そんぐらいですかね。はい、はい、ありがとうございます。まあこれを見てください。はい、見てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さようなら。超元気じゃん。